はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の媒介変数表示された関数の同関数やっていきます。で、問題2もありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ここに関しては、まあ、媒介変数表示されたっていうことなので、XY がその T っていう、まあ、この文字を使って表されてると。で、ここ、めちゃくちゃ簡単なんで、サクッと飛ばします。で、求めたいのは DYDX です。これを求めたいんですけど、やることは、今、X と Y がそれぞれ与えられてるので、それを両方とも T を使って微分していきます。で、そうすると、例えばこっち、X に関しては微分すると、ちょっと書いちゃいましょうか。左辺は dxdt になります。これを微分すると。で、y を微分すると dydt になります。x を微分する、y を微分するなので。で、それぞれを出して、あとはこの配置に気をつけて、y が上、x が下ですよね。だから dydt を上に持ってくる。で、これ真ん中のね、棒を書いて、で、dxdt を下に持ってきます。で、もともと dydx は分数ではないんですけど、分数みたいな計算ができて、まあ、分母って考えちゃえば、共通分母なんで、こうやって切ることができます。つまり、これ dydx に一致するんですよね。だから、これを求めるために dydt を分子、まあ、分子って言っちゃってるけど、dxdt を分母だと思って、あとは配置して解けばいいよっていう。そのために、それぞれ t で微分していきましょうっていうのがやり方になります。では、やっていきましょう。まずこっちですね。微分していくと。で、まあこれ、まあいつも通りやっていくと、もう慣れるとね、全然大丈夫なんですけど、まあこういう風に考えてやっていきます。で、マイナスが出てきて、出てくる。で、1プラス t の2乗の、まあ下が2乗になりますと。で、これ置き換えてるんで、t2 乗で微分したもの、つまり 2t が上に乗りますよっていうのが、まず x を微分したものになります。で、次にこっちですね。これ微分すると、これ、小の微分になってるので、まず、分母を2乗します。で、順番は上を微分して下そのまんまなんで、上微分すると1、下そのまんまだから、まあ、そのまま乗っけましょう。で、引くことの上そのまんまで下微分したものなんで 2t になります。で、これまとめると、1プラス、t の2乗の2乗分の、1マイナス t 2乗か。で、こうなりますよと。で、下いけそうですね。で、あとは配置に気をつけて、dydx 求めていくと、で、このまま書いてもいいんですけど、これも分母はね、もう共通になってて、共通分母切れるのが分かってるので、だから分子だけ見て、dx はマイナス 2t が残ります。こっちは1引く t2 乗が残ります。つまり、マイナス 2t 分の1引く t2 乗になると。でも、マイナス 2t 気持ち悪いんで、このマイナスを消すことで、分子の順番を変えましょうと。まあ、符号をね、変えて、2t 分の t2 乗、マイナス1となって終わりという形になります。いいかな。では次やっていきましょう。大丈夫か？ OKOK。すいません。ちょっとまあ、自分がさっき解いたのと今やったのが違くてですね。大丈夫だよね。OKOK。すいません。では2番いきます。で、こっちもね、同じようにやっていきましょう。で、一応、まあいいか、先書きますね。dxdt イコール。で、これはこのまま微分することもね、全然できると思うんですが、まあ一応 a 配って、マイナス at、嘘。at マイナス a サイン t と。で、これ微分すると、a は定数なんで、で、まあ、t が消えて、こっちは a が残ります。引く。a はそのままね、変わらないんですけど、sin t は微分すると cos に変わるんで、cos t になりますよと。で、これはこっちにも書けそうですね。だから dydt、同じようにやっていくと、じゃあこれも a 引く a cos t と考えれば、a はね、定数なんで微分すると消えてしまいます。で、こっちは、cos t がマイナスサインに変わるので、マイナス同士がくっついてプラスになりますと。だから、a sin t になりましたよと。
で、あとは、まあ、場所にね、配置に気をつけて、dy,dx イコール dy の方、こっちが上ですね。で、こっちが下になるので、a 引く a コサイン t 分の a サイン t と。で、こっち a でくくると、こうなりますよね。そうすると a がこうやって約分できる。まあ3つで、ね、一気に約分してもらっても構わないんですけど。なので、分母が 1- コサイン t になりましたと。で、分子はサイン t となって、これで終了となります。なのでやってることはもう x と y それぞれその t っていう文字で微分して、あとはこうくっつけてくださいねっていうことをやってるだけなので、ぜひね、こんな感じで解いてもらえたらと思います。では、今回は媒介変数表示された関数の導関数やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。